大人の世界にようこそ。はい、ではね、本日もストーリーの方進めてまいりたいと思います。清流会に乗り込む準備ができたら村長に声をかけようということで、ね、早速、まあ、準備ができたというか、まあいいかなという感じで、佐々木を、そうですね、まあ救出するというか、長い戦いになります。はい、はい、お願いします。こちら、前回ちょっとね、マイクが取れてなくてね、ところどころはしょったりしてるんでね。村長、なんてお話でしたっけ。そうか、だからこれが清流会事務所への裏ルートだ。反対方向だぞ。ドブ側に見えますけど、それも真冬のな。ん、足立、ルートはさっき伝えた通りだ。覚えたな。ええ。では進みませんが。え？マジかよ。俺心臓止まっちゃうんじゃねえか。春日、別の方法を探そうぜ。ドブ川に入んの？あいにく、俺の知る限りじゃこれが唯一の抜け道だ。う。ふん。やるっきゃねえな。マジか。はあ、遺書かエンディングノートでも残しときゃよかった。いいや、弱気なこと言ってんじゃねえよ、ナンバー。これまで乗り越えてきたことに比べりゃこんなもんへでもねえって。ええー、分かったよ。なれよなれ。ありがとうございます村長。土産話待ってるぜ。へえ。はい、さあ行くぜ。せーの、飛び込むの。あ、どういうこと？飛び込んで。ほれ、橋の下に穴が見えるだろ。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。下ね、油みたいな浮いてるぞ、これ。油みたいな。このい。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。行こう。もう一踏ん張りで頑張る。潜ったりできる。実はできないか。ああ、こう焦げるんだ。ここで、体を温めた感じかな。よし、着いたぜ。ちなみに現在のレベルなんですけど、参考までにこんな感じですね。全員レベル6で、はい、行ってみたいと思います。アイテムの方はまあそこそこ拾ったりしたんであるかな。で、まあ、装備を一通り整えましたんで、前回ね。同じものですけど、全く。ニット帽、ブリーフ、コアブーツ。これで、行ってみたいと思います。なんか、本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。間違いねえ。ただ、怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。あっ、こんなとこに落ちてるおにぎりってのもな。スカイフルセラってテレビよ。今これが戦おうと時テレビ持っていくか、壊れたテレビ。しかしと思うんですけど、これをそっちか。こう上にも続いてってんだけど、なんだ上が。体調万全だぜ。上も全部残さず見ていこう。あ、あったあったあった、健康リング。これ、あ、そうだ、リングちょっと装備しとこうかな。じゃあ攻撃力がアップするのか。いいでしょう。はい、アクセサリー類は今回全く買ってないんでね。まあいらないかなと思って、持ってきてません。まあ本当はあった方がまあ楽なんでしょうけど、まあ序盤でお金もないですしね。まあなんだ、食べかけ弁当、食べかけ弁当っていうのもこれも人食ったもんだからな。厳密に、いや、なんかちょっと、不衛生ではあるんだけど。どこだ？まだだ。あ、なんかいるぞ。なんかいるよ。やらないとおりでしょ。あ、これ楽勝、楽勝っぽい。やるぞ、すごいんじゃね。文句あるのか。あ、なんだ。舐めるな。さっさと始めようぜ。あ、何こいつ。俺の番だ。何これ。気持ち悪いの。まあ全然問題ないっすね、今のところはね。
じゃあこっち行って、一応アイテムだけ取り逃さないようにだけして、心も体もバッチグーよ。ピロン、あ、いっぱいいるぞ。で、ここに何あるの。あ、現金1000円なんか普通に、うん、1000円待って、あ、回復、あ、よかった、このタイミングで回復あった、うん、はい。で、上に行くのね。おう、この先が停留会だ。一度入ったら引き返せねえぞ。準備はいいか。はい、ちょっと待ってよ、一応セーブしとこうか。そう言われてた、うん、いや、ちょっと待って待って待って、セーブだけさせてくださいね、ここでね。まだまだ余裕だ。はい、セーブしました。おう、うん、いいよ、はい、おう、行こうぜ、アデスさん、ナンバー。お、清流会内部、これこんなもん。どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃやるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ、足立さん、ナンバー。てめえの悲鳴を聞くのは勝ちに行こうぜ。俺たちすごいんじゃねえ、調子だぜ。まあ、特に問題なく。あれだけ派手に暴れたんだ、連中血相変えて追ってくるぜ。うん、こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。まあね、このまま会長室まで突っ走るぞ。え、これどこ入れんの。これ全部入れんぞ。あ、ある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 。一応こういうもん拾ってこう。まあ、でもおにぎり1個のために敵と戦いたくないっていうのあるからな、うん、その辺はちょっと選択を誤りたくないけどね。入るべき部屋と、あ、こういうところ入れない、多分木のところ。ここ入れるじゃん。あ、ここはあれか、先進むのか。入れないよね、入れないね。では行きましょう。下はダメね、上。体調万全。ナンバーが心配なんだよね。 HP がさ、100ないからね。うちの組に立てついたこと一生後悔させてやる。ちょっと強そう。準備はできてるぜ、うん、調子いいですね、はい。で、こっちね。あ、下、下は下、ちょっと見てみようか。あれ、ちょっと待って、上に行くんだよね。下にも行けるよ。あ、あ、危ない危ない、あったあったあった、うん。あ、極上ハーブ、よかった。やっぱ極上ハーブって貴重なんだな。こう、めったに出てこないもんね。取った記憶そんなないもんだって。こっから、うん、あ、ん、ん、結構いい。てめえら生きて帰れると思うなよ。調子見の、さあ、手やりますか。よっしゃ、俺も俺の活躍をつつかめたんじゃねえか。よし、上昇上昇、ジョップランク上がりましたね、はい。いっぱいやりたい気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ、うん。まあ、鳩の教師覚えた、よし。あ、待って、ジョブランク上がってもこれ回復しねえぞ。レベル上がった時だけか。じゃあ回復しないとダメだね、これは。金庫の鍵、うん、あ、でも金の鍵とかあんのかな、今回も。あれ、今回、あれ、このゲームだっけかな、金の鍵とかあんの。金だったり銀だったりあるやつ。銀の鍵は、あれ、待てよ、ここじゃなくてさ、もう一歩手前のところ、ここまだ入ってないよね。
ここは？あ、よかった。焼夷手榴弾。はい。金庫の鍵。金庫の鍵って金庫なんかあったかな、今まで。なんかすごいね、ここの部屋さ。本当に組事務所ってなんか病院みたいな感じになってない？これ。ねえ。あ、あった！これだ！うん。開けてみるか。うん。開けよう。はい。開いたぜ！ 2 本あったから。ダウンジャケット来た。おう。ダウンジャケットじゃあ早速装備しよっか。はい。いいですね。うん、で、そこにあるけど、どっちだ？あ、こっちが、大ボスいそうな感じだね。扉からして。ヘルメット。これだけか。じゃあヘルメットかぶろっか。防御力は50、48、39、少ないな。ナンバーだな、じゃあ。ナンバー、ヘルメット。あ、これか。うん。ナンバーちょっとでも防御力上げといて。いいでしょう。行きましょう。ここでしょう、会長室。いかにもな扉。まだあった。そしてここはおもちゃのブレスレット。あ、こんなんでも装備した方がいいんじゃないか。あ、ちょうどナンバーはこれいいね。うん、はい。はい。いいでしょう。ここだね。好き放題暴れやがって。この清流界に土足で踏み込んだ落とし前、強そうな、きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。そういうことだな。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみ。さっさと始めようぜ。幹部か。うん、おお、偉いの来たな。偉いの来たな、本当に。旗の教習30使うの？ 1 回しか使えないじゃん、じゃあ。極め技で、熱気ブレスで、じゃあ、はい。見さらせ！あ、旗！叩いて倒れねえ相手なら、うん、投げて崩すってのも手だぜ。投げて崩すね。はい。投げて崩す。とは投げるもんなんかないんだよな。ということは普通にこれで、うん、まあ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 、うん、敵のガード、ガードしてる敵に正面から攻撃するとダメージが半減しますが、極め技の中には組み技と、ああ、さっき言ってたことね、ガードブレイクね。はい、持ってるのはこの人じゃない？これでしょう、地獄巴投げでしょう、これ組み技。うん、ここで行こう、うん、黙らせてやる。よし、頑張りますか。よし、やるぜ。あ、やっぱり攻撃いけ、いけ、うん、食べる米。出番が来たな。ネッキブレス、あった。うん、また来た。あれ、あ、危ねえ、まさかの。俺の番だ。一気に増えたな、おい。じゃあさ、グランドライナーとかでさ、やるにしても、待て、ここじゃなくてさ、こう行こうか。こう行こう。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。よし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 。いいんじゃない？あ、こいつ。危ねえ。危ねえ危ねえ。危ねえ。じゃあ、普通に攻撃しても良さそうだな、これは。頑張りますか。じゃあ、デッキブレスで。うわ、このボスをさ、ナンバに当てたくないんだよな。いつでもいいぜ。待て、これじゃあ、こいつ後ろ向いてからこれでいいな。
せ。はい、よしやるぜ。でナンバーが狙われてくからやばいから、バスタースマッシュでこいつボスを、危ねえ危ねえ、ここで、あ、やばい、溜め始めたこいつ。おい気をつけろ、でかいのが来そうだぜ。うん、だからさ怖いんだよ。で俺狙われてんだよ。それでかかってこい、物乞い、あ、鳩の教習あるけどさ、鳩どうなんだろう、行ってみよう、見さらせ。あたれ、おーおー、もうちょいだもうちょい、俺の番だ。こいつ攻撃バスタースマッシュで行こう、行け、これで、よし、オッケー、仕留めた、うん、これで何の心配もない、もうでかいのは来ない、よし、いい調子だぜ。俺もまだ若いね、人生これ成長、よかった。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ね、これオンラインで会員してんの？ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。なんだっけこの人、長谷川なんとかって人だよね確か。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。腰低いの。はじめまして、春日一番さん。海老名正孝。うん、俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、青龍会の門をくぐったのは大海さんの後になります。それで今頭、ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり大海さんの混乱もありで、人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚だね。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が青龍会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。ふん。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。青龍会を預かる身としては、私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは
存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。佐々木がいないよ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年上皇だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。まともな仕事なのかな。高部、あの人はでもなんか人格者っぽかったからね。亡き会長の後を継いで。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってな、すごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、みんな過去の出てきた。他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。
あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大海さんと同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。ちゃんとしてるね。なんかそのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ。木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についても。ですが我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、まさか佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん確かに受けたまわりました。裏はないのかね。春日さん、うん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。誰？その必要はない。あ、おっと、この声はすでにおいででしたか。お前はまさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。でも懲役食らってまだ出てこないんじゃないの、そう簡単にね。ああ終わりましたか、うん、だってね結構人も殺してたしね前作でさ。もうシャバに出てくるっていうのもなんかねえって気はするんですけども、はい。まあやっぱり序盤なんでそこまでレベルアップしなくてもまあいけるんじゃないかなと踏んでたんでやっぱり大丈夫でしたね、うん。しかしなんかちゃんとしてるっていうかね、うん、むしろなんか一番でやってたことよりもこっちの方がね先々明るいんじゃないかなっていう気はするんですけども、わかんないですよねまだね。ただまだ大小ですしね、これからどうなるか。はい、まずとりあえず第1章の方は終わりました。次回はでは第2章の方を行ってまいりたいと思います。それでは、高評価チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いします。本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。